江東区内には徳川家康の命により開削された小名木川をはじめ、江戸時代に開削された仙台堀川や横十間川など18もの川が区内を縦横に走っています。河川には水彩都市江東を象徴するそれぞれの彩りがあります。江東区の西部に位置する隅田川は、東京東部7区を流れて東京湾に注ぐ荒川水系の一級河川です。総延長は 23.5km、 区内ではおよそ 2km を流れ、新大橋から越中島まで6つの町に接しています。隅田川はもともと旧入間川の下流部でした。江戸時代に荒川の本流として整備され、昭和の時代に荒川の分流となり、隅田川と名付けられました。ちなみに本区の区名江東は隅田川の東に位置するという地理的な理由から名付けられたものです。江戸時代の隅田川は江戸城下の発展に欠かせない川でした。水路は町づくりを支える木材運搬の要であり、また川の両岸には輸送物資を貯蔵する蔵が立ち並ぶなど、江戸市民の経済や生活を支える重要な役割を担っていました。一方で船遊びや花火などレクリエーションの場として庶民に愛され、周辺の盛り場とともに江戸の名所として大変なにぎわいを見せていました。川の周辺には多くの史跡や文化財があります。森下一丁目には深川発祥の神社である深川神明宮、歌川広重の絵に描かれた小名木川の万年橋、そして江戸時代の廃聖松尾芭蕉ゆかりの芭蕉稲荷神社が常盤一丁目にあります。他にもその近くにある芭蕉庵史跡展望庭園などたくさんの史跡や文化財が残され、モニュメントなどとともに地域の歴史や文化を伝えています。隅田川には
国の重要文化財に指定された橋が3本あり、そのうち2本が区内に架かる清洲橋と永代橋です。清洲橋は清澄一丁目と中央区日本橋中洲の町を結んで架けられています。関東大震災後の復興事業により新設され、昭和3年1928年に完成。当時世界一美しいとされたドイツケルン市の大吊橋がモデルとなっています。永代一丁目と中央区新川の町を結ぶ永代橋。最初の橋は元禄11年1698年に木造の橋として架けられ、今より150メートルほど上流にありました。現在の橋は関東大震災後に架け替えられ、大正15年1926年に開通。帝都復興のシンボルと言われました。隅田川は永代橋の下流で分岐し、本流は中央区内を通って東京湾へ、そしてもう一方の分流は隅田川破線として 0.9 キロを流れ、相生橋の下流で晴海運河に注いでいます。経済や文化の発展を支えた隅田川ですが、一時は水質汚染や水害対策による堤防設置などで人や町から隔たれた時期もありました。しかし現在は水質改善が進むとともに、スーパー堤防やテラスが整備され、再び人々に親しまれる川へと生まれ変わりました。区内の河川はかつて水運として江東区の発展に寄与してきました。その役割を終えた河川、現在では憩いの場、レジャーの場となって私たちに潤いを与えてくれます。